ビスマルク、ついに登場。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ってことで今回もモダンウォーシップやっていきましょう。今回はですね、 FGS ビスマルクをね紹介したいと思います。はい、だいぶ前からね噂されていましたけど、ついにねこのモダンウォーシップにもねビスマルクが来ました。ってことで早速ねスペックを紹介したいと思います。耐久性は539,500で、速度が 20.2 ノットで、操縦性が 9.8 で、レーダーが8キロ、ソナーが 1.6 キロってなっています。で、武装はミサイル1プラス1枠で、艦砲4枠、まあ固定ですね。で、あともう一つ複砲で、6枠ついています。で、自衛程度の、グレラン2枠に、ヘリ1機に、固定の自動艦砲4枠で、あと自由枠でね防空2プラス2枠で、固定の、防空4枠ついています。ってことで今回はねミサイルはハイコアで、統一しつつ、グレランはねミサイルと普通のグレランを両方撃つね SR5 をね乗っけて、まあこいつをね使ってまあチャフを焚かせた後にハイコアを、ぶち込んでいけたらいいなって思います。で、ヘリはとりあえずバローなんですけど、対戦がねこの装備弱いので、マーリンとかにした方がいいかなと思うんですけど、ちょっとマーリンねプレスアカウントの方にないんですよね。まあ一応あるんですけど、ちょっと他の船に使っちゃっているので、今回はまあとりあえず対戦ができるバローを持ってきています。で、防空は固定防空ね、こちらねマシンガン系のね防空なので、まあマシンガン系の防空乗っているのならそれらはいらないよねということで、ミサイルをねしっかり消してくれるタイプ 730C と、あとマシンガンとミサイルをね両方ほどほどにねやるパントスイヤーミーをね乗っけてやっていきたいと思います。ってことでレッツゴー。さて、撃墜チームっていうことは、これ攻撃チームですね。ってことでやっていきましょう。で、このビスマルクのね、手法と副砲なんですけど、めちゃくちゃね、精度がいいんですよ。ってことで早速撃ってみると、こんな感じでね、めちゃくちゃ精度がいいんですよね。で、副砲は、あれ、最初ら辺は精度いいけど、後からね、精度悪くなるっていう感じです。まあ、散弾銃みたいな感じですね。ってことで、ビスマルクはね、このあれ、手法はね、だいたいダメージ11万ダメージくらい出て、こちらのね、副砲はだいたい5、6万ダメージくらい出るのでね、結構火力が出ます。ヤマトとか、他の戦艦と違うところは、その遠距離でもね、しっかり当てれば十分火力が出るっていうところで、ニューハンプシャーとね、結構似ているんですよ。ニューハンプシャーのレールガンじゃない、戦艦だと思ってもらえればいいかなって思います。ってことで早速撃ってみましょう。空母にだいたい精度はこれぐらいいいです。はい、ほとんど当たってますね。8万ダメージ、素晴らしい。ってことでここからね撃っていきたいと思います。副砲もまあこの距離だと3万ダメージぐらいっていう感じでね、遠距離でもね結構ダメージが出せる艦砲と副砲を備えています。ってことでここからちょっと空母先にやっちゃいましょう。ほい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 っていう感じで空母をあっという間にやっちゃいました。いいね。で、目の前からなんか敵が出てきそうなんだけど出てこないな。あー、出てきているね。ってことで艦砲を撃ちます。はい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 、14万ダメージ、素晴らしいこれがビスマルクなんですよね。遠距離でも火力が出せる戦艦ってやっぱりね使いやすいんですよね。ただヤマトとビスマルクを比較すると、ビスマルクは精度がいい代わりに火力をちょっと落としている。で、ヤマトは精度が、あまり良くない代わりに、火力を高くしているっていうね感じでね、しっかり区別されていて非常にいいと思います。ってことで、輸送船にちょっと攻撃しましょう。待って、君やりたいな。なんか湖ものすごいブルブルしているけど大丈夫なんか沈んでますけど大丈夫大丈夫。あー、沈んでったどうしたどうした湖なんやあれ大丈夫か
ということで、輸送船に対してね、攻撃していきたいと思います。護衛船はね、やっぱり戦艦がね、めちゃくちゃ活躍しますね。で、まあこんな感じで周りに敵がいなければね、艦砲をバン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 当てるだけでね、バン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 当てればね、勝手に輸送船がやられていきます。で、これを他の船でも繰り返すだけですね。はい、ということで艦砲をバンバン撃っていきましょう。で、発煙弾を耐えても一応艦砲がメインの艦艇になっているので普通にダメージを与えることができます。ってことで輸送船もう一隻ちょっと破壊していきたいと思います。よこしょう、ほい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 、オッケー、輸送船1を破壊しました。で、ラスト輸送船さんをね、破壊していきたいと思います。まあこんな感じでね、ビスマルクはね、護衛船で活躍します。で、実戦でも一応結構ね、活躍できますね。うん、精度がいいので。ってことで、モスクワに対して、バン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 撃っていきます。これちょっと詰めすぎかな。ちょっと下がろうかな。うん、で、これでもうすぐ、輸送船さんもやれますね。ここで発煙弾焚いてきたけど、しっかりやっていきます。はい、ありがとうございます。410万ダメージです。やばすぎる。ってことで、次の試合、やっていきましょう。さてと、2試合目はね、護衛戦じゃなくてオンライン戦でちょっとやっていきたいと思います。で、ビスマルクなんですけど、ビスマルクの艦砲は、精度がめちゃくちゃ良くて、で、かつ11万ダメージね、出るっていう感じなんですけど、その代わりね、再装填がね、遅めに設定されています。再装填が遅いのは、ヤマトとか、あとニューハンプシャーとかなんかそこら辺とほぼ一緒ですね。で、あと、ニューハンプシャーの弱点といえば、魚雷がないので、潜水艦に対して攻撃できなかったりとか、うん、あと、グレランが2枠なのでね、魚雷が来た時に、自衛程度でしかね、魚雷を消すことし、ぐらいしか、できないので、潜水艦が来た時に、対処をするのはちょっと厳しいのかなって思います。さて、目の前のタイプ076に攻撃して、速攻でやりました。強いねー。次、そこにモスクワがいたので、モスクワに対して攻撃していきたいと思います。おぉ、17万4000、強いな。艦砲、あれですね、主砲と副砲だけでこれぐらいのダメージいくの強いですね。で、こっからもうちょっと前に行って、潜水艦が、浮上中やもんで艦砲をぶつけていきます。はい、16万ダメージ、強い。これがビスマルクなんですよね。ってことで、艦砲バンバンぶつけていきます。君はボットかな？君はボットかな？ってことで、これで潜水艦やっていきます。ありがとうございます。ちなみにビスマルクはヤマトとは違って、その場でのね、旋回が可能なのでね、結構動きやすいですし、あと速度もね、19ノット出るので、戦艦にしてはね、結構あれ、機動力が高いのかなって思います。はい、ということで GG です。ってことでオンライン戦ではね、100万ダメージくらい出ました。ってことでラストやっていきましょう。さてと、ラストは護衛チームでビスマルクでやっていきたいと思います。で、こちらがね、迷彩になっています。氷結っていう迷彩ですね。こちらは迷彩をつけているとね、途中でこんな感じにね、白っぽい迷彩に切り替わって、その後また戻るっていう感じでね、迷彩がね、変化する、迷彩です。はい、言ってること分かったかな。ってことで、早速ビスマルクで暴れていきたいと思います。まず目の前に足柄がいるので、足柄に対してね、艦砲と SR5 を撃って倒していきます。で、次に、グラス号がそこにいるので、グラス号に対して艦砲をぶつけていきます。これ逃げられる前に艦砲を当てる。いいね、いいね、いいね。まあまあ当たってる。で、これミサイル来ているので一回チャフを書こうか。で、これ体力削られたから引こうかな、どうしようかな、そのままやってもいいんだけど、とりあえず艦砲だけ撃って、ちょっとものすごいミサイル来ているので、ちょっと逃げますか。何このミサイルの量、ヘイトすごくない？さすがプレスアカウントだわ。ってことで、再び、出てきて、そこにいる、ベシティに対して艦砲をぶつけていきましょう。だからミサイル多いって。誰じゃ、アンチャールか。 OK、 じゃあ君をしばく。あ、これ自分がしばかれる前。
自分がしばかれましたわ。さて、目の前に足柄がいたので足柄に対して艦砲をぶつけていきます。いいねいいね、これもう倒せるんじゃない。倒していく。で、護衛船のね、戦い方はね、3つあると思ってて、1つ目は輸送船の目の前に自ら行って、そこから攻撃して防空とかでミサイルを消してあれ護衛するっていうやり方と、あと後ろから敵が来た場合に対応するために、あえて後ろにいながら防空とかあとミサイルとか撃って護衛するっていうパターンと、あと僕があれこの後やろうかなと思ってるんですけど、こんな感じで積極的にね、敵がいるリスポーン地点に行って、そこで敵をバンバンやって、護衛船がね動く時間を、ある程度、確保して、時間稼ぎをするっていうね方法の、3つのね戦法があります。ちなみに今やっているのが3つ目の戦法ですね。はい、ある意味一つ目の戦法も同時にやっているのかもしれない、うん、ってことで、そこにいるアンチャールはちょっとやばいので早めにしばきたいんですけど、ミサイルが多いな。こいつあれかな、弾幕系の、うん、装備を乗っけているからめちゃくちゃ被弾するんだよね。ってことで、目の前にいる2人やりました。で、後ろから来ているので、今度は、2つ目の戦法をやっていきたいと思います。輸送船の後ろに行って、後ろにいる敵を、やるっていうね、戦法ですね。ってことで、グラス号がそこにいるので、艦砲をぶち当てていきます。いいね、いいね。で、自分が後ろに行くことによってヘイトをこっちに向けることができて、それで輸送船へのね攻撃を防ぐことができます。ってことで、これもうグラス号やろうかなと思ったけど、ボコボコにされました。さてと、これ輸送船の護衛がね誰もいなくてね、味方が全員やられてしまったのでね、うん、こっからちょっとねしっかり守っていきたいと思います。ちょっとこのまま輸送船に攻撃されるとね本当にやばいです。ってことで、あー、君先にやらないといけないね。君弾幕系の装備だから、うん、先にやっておきます。そうすると後から来るミサイルを防げます。ってことで、副砲と主砲でニューハンプシャーを葬りたいんですけど、 OK。 で、ここまで来れば、ある程度は安心ですね。で、輸送船がこっちに行っている間に、自分は、輸送船の、目の前に行って、護衛していきたいと思います。一つ目の戦術ですね。ってことで、早速アンチャールがいるので先にちょっとアンチャールやろうかなって思ったけど、とりあえず、足柄にちょっと SR5 ってこれで倒せたらいいんだけど、うん、 OK、 倒せたね。で、アンチャールに対して攻撃していきます。アンチャールはダメ、うん、君はダメ、めちゃくちゃミサイル撃ってくるからダメ、うんMW 条約に違反しているってことで攻撃していきましょう。ほい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 、いいねいいねいいね。で、これでもう倒せるんじゃない。 OK、 倒していく。で、ミサイルはしっかり着を抑えて回避して、これは輸送船の、近くに行って、護衛していきましょう。これ耐えるかな、輸送船に厳しいな一生懸命頑張ってね守ろうとしているんですけどね、うん、やられちゃうな。あ、けどリスポーン地点がかみってるってことで SR5 を撃って、艦砲をぶつけて倒していきましょう。できればヘイトをこっちにね向けたいんですけど、残り20秒耐えられるかな、多分無理ってことで攻撃していきましょう。そっちのグラス号をやりたいな。とりあえずミサイル撃っといて、着を耐えて回避しましょう。で、こっちの艦砲を撃って、あーということで、今回はねビスマルクを使ってみました。 GG。 はい、ということで、いかがでしたでしょうか。いやね、ビスマルクはね本当に強いので、ぜひ買ってみてください。僕もねちょっと購入を検討している戦艦になっています。で、ビスマルクのいいところとしては、まず速度が 20.2 ノット出るので結構火力が高いのと、あと艦砲がねめちゃくちゃ精度いいので遠距離でもねある程度活躍ができます。で、防空もね全然弱くなくてね強くも
ないし弱くもないっていうね、あの感じの防空になっています。でビスマルクの弱点といえばやっぱり、グレラン2枠しかないのでね、あの潜水艦に対してはね、あの弱い戦艦になっているので、まあ立ち回りをするときはね蹴る感じでね、あの立ち回っていった方がいいのかなって思います。ってことで今回の動画は終わります。よかったらね、あのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで今回の動画は終わります。バイバイ。